8月10日木曜日の天気をお伝えします。天気図で見ていきましょう。台風6号が北上を続けます。台風が離れた後も九州や四国太平洋側では雨が降りやすく、断続的に雨量がまとまる可能性があります。詳しく天気の移り変わりで見ていきます。九州や四国太平洋側、紀伊半島南部では雨の範囲が広がりそうです。台風が離れた後も暖かく湿った空気が流れ込みやすい九州や四国太平洋側では雨量がまとまる可能性があります。新たな災害の発生に警戒が必要です。急な斜面、崖など危ない場所からは離れてください。また北海道は別の要因で前線が停滞することによって雨の降る可能性があります。お出かけの際は雨具をご用意ください。続いて気温の予想です。14時の気温を見ていきますと、フェーン現象が発生する日本海側、北陸の地域では気温がぐっと上がります。午前中から猛暑日が予想されている場所もあり、最大限の熱中症対策が欠かせません。喉が渇く前に水分、塩分を補給してください。詳しい内容はこの後も YouTube からご覧いただけます。最新の台風情報もお送りしておりますので、チャンネル登録の上ご覧ください。